最初はビンゴ福山武将隊、そして福山藩荻野鉄砲組の登場となります。築城400年を大いに盛り上げてまいりますぞという言葉をいただいております。はい、ありがとうございます。それでは皆さん打ち抜かれてください。めちゃくちゃかっこいいですからね。ではビンゴ福山武将隊と福山藩荻野鉄砲組からスタートです。大きな拍手をお願いいたします。時は流れ400年、令和の時代によみがえるは、ビンゴ福山武将隊、福山藩荻野鉄砲組、いざ！元和5年、大和郡山からビンゴの国に入法、上皇寺山を切り開き、城を建て、この町を一から作り上げた福山開祖にして福山城築城主福山藩初代藩主水野勝成。初代友奉行にして福山総奉行荻野重富、勝成公と共に戦に鉄砲組を派兵し成果を上げた鉄砲の名手、福山の南塩町の港ともに10人からなる鉄砲組を組織し福山の町を守った。また廃れかけていた友の祭り行事の再興にも尽くし、福山藩は穏やかに豊かに発展した。令和の時代によみがえるは女性鉄砲組、その華麗で勇ましい姿をご覧あれ。我ら福山藩荻野鉄砲組。福山藩二代藩主水野勝利、父勝成のビンゴ入法に同行、友殿と呼ばれ剣豪宮本武蔵に剣術の指南を受け、島原の乱には父勝成、息子勝貞と共に参陣、一番槍を果たした。我ら福山藩荻野鉄砲組、ビンゴ福山武将隊。
ありがとうすんじゃ。今令和の時代にはこういう便利なものがあるらしい。マイクというらしいの。我らの時代にはこのようなものはなかった。大変便利じゃん。今日はミラノ州このステージに我々のステージをご覧いただき誠にありがとうさんじゃ。今一度クラリネット奏者マリーリン一番やり大きな拍手をお願いします。そして鬼風が戦場の間に間に鬼風が列で戦場の間に間にあずささんにもう一度大きな拍手をお願いします。ミラノ州もご存知の通り今年はわしとそして福山の民が一緒に作り上げた福山の町ができて400年、そして福山城ができて400年という記念すべき年だ。大いに大いにお祝いしようではないか。ミラノ州これからまだまだ記念イベントは続きますが、どうぞどうぞ多くの方にお出かけいただき、福山の町の誕生400年築城400年を盛り上げてまいろうぞ。頼むぞ。それでは我々の恒例の勝ち時を挙げてこのステージを終わらせていただきとう存じる。我々の勝ち時は戦に勝つなりと申す。勝つなりと申した時にミラノ州左手でも右手でもいいので拳を上げて大きな声で勝つなりと大きな声を出して、あ、声出しちゃいけないんですね今日はね。そっか、そっか、ん、じゃあ拳を上げて心の中で勝つなりと足時計を上げてくだされ。よろしいか。ありがとうさんじゃ。では参るぞ。戦に勝つなり。大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。拍手喝采、ビッグ福山武将隊福山小木の鉄砲組の皆さんでした。ありがとうございました。いやもうね、最後皆さんのハートを打ち抜いていきましたけどね。そうですね。